はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ガイデさんち、そう。やっぱその人気のある YouTuber さんだったり、すいません、なんか変に詰まっちゃった。人気のある、ね、YouTuber さんだったり、まあ、インスタグラマーだったり、TikTok だったりも含めてそうなんだけど、Twitter とかね。そのやり方をさ、ちょっと、やろうかと。人気のない、私なんかもそうなんだけど、まあ、有名なところだと、まあ、ヒカキンさんだったり、福井のカツさんだったり、まあ、瀬戸康史さんのような、まあ、ゆるい感じの、ね、やり方をやろうかなって思ってて、参考にしてね、やろうと思って、やってみるとやっぱそういうのってさ叩かれるよね。あ、ヒカキンの真似だっつって、いや似てないしいやその紹介してるやつもう知ってるしみたいな、それ何年前の話よっていうようなことで叩かれてへこんで心折れてやめてしまうっていうのがオチなんだろうね。で、それでもやり続けるんだったら、まあ、それ、目が当てるよっていうのは、まあ、ヒカキンさんがね、そういうので、まあ、アンチとかいろいろと言われるけど、それを、まあ、続けたり、まあ、多少ね、変化して、やり続けることが、まあ、2、3年後、5年ぐらい経った時に、まあ、1000人、2000人、1万人近くの、その登録者来ますよとかっていう、まあお話をね、前なんかマスオさんとの対談みたいなところで、まあ言っておられました。うん、まあね、5年をすれば多少のまあ変化っていうのはあると思うんだけど、うん、その旅番組みたいに旅のねところを多めにするとか、まあこういう雑談系のテーマはあるけど、まあ雑談機のお話なんだけど、まあその政治的の方に行ったりだとか、違う政治的なもの、政治のね、ところを分かりやすく、私はこう思っていますっていうような方に行ったりだとか、芸能界の方に行ったりとかっていうのがあると思うんですけど、私もね、ちょっとやりたいなって思ってた人が、まあ、有名 YouTuber の方がいらっしゃって、もともと男性だった方が、まあ、女性になって、本当に可愛らしい人なんですよ。で、そのやり方も、ちょっとやろうかなと思ったんだけど、なかなかね、性格的にね、あんな可愛らしい喋り方とか、容姿もそうだけど、性格的にもなんかしっくりこないんで、あのやり方で、ね、そう、ひそひそ話みたいな感じでさ、喋るとか、多分分かっていらっしゃる方がいらっしゃると思うけど、だからね、ああいう人、ああいうね、感じで、の人だからこそ、それがバズって人気になってって、まあバズるっていうのかな。すごくね、人気のある方なんで、そうそう。で、それは真似をしようと思ったんだけど、まあね、まあねって言い方もおかしいけど、それをやったからって言って、人気が出るかっていうとさ、人気出ないわけよ。本当に。だから、まあ本当に今の、こう、愚痴だったりだとか、こう思うんですよっていうようなことを、まあ、言っているわけなんですね。うん。これをまあずっと続けられるかどうかっていうのは分かりませんけど、ね、旦那さんがずっと、まあ、仕事辞めてずっといるときに、私はどうすればいいのって。私が今やってるのは本当に旦那さんがいないときにやってるんで、で、ずっと旦那さんもね、本当にインドア派なんですよ。どちらかというと。パソコンの上に。まあ、テーマ、
やるか寝てるか、本当に興味、自分が興味があるものでちょっと欲しいものがあったら、まあそれに電気屋さんだとか、まあお馬さんのところとか、まあお馬さんのところは行かない、まあまあまあ、まあ、見に行ったりとか、それ以外は本当にね家から出ない人なんで、どうやって修復しようとか思って、あとこの5年でその状態になるんだけどどうしよう。だからといってそういう、なんだろう、じゃあ実家に行けばいいじゃんって言っても、誰か知れるんでしょ、母親かばあちゃんか、まあばあちゃんが見にといいんで多少大きな声出してもいいんだけど、母さんがいるんですよ、うちの母親はね、うん、ブツブツ言っててもなんか見に来るような感じの人なんで、あ実家でもできないな。かといって公園とかでブツブツ言いながらやるっていうのをね、頭おかしい人に見られてしまう可能性もあるし、だからね、本当にどうしようかなっていうのはありますね。うん。まあ、それまでやってるかどうかっていうのは、ちょっと、わかりませんけど。うん。皆さんどうでしょうかね。まあ、最初のうちはねっていうか、その本当に有名 YouTuber のやり方でやることが多いと思うんだけど、途中で気づくよね。あ、これやめた方がいいって。この紹介の仕方はやめた方がいいなって。で、まあ、普通にこう、自分のやり方というか、うん、こういう風な紹介がいいなと思って紹介した方が、意外にバズることが多いのかなとは思いますね。うん、と思います。はい。うん、まあね、お前がいいなって言われそうなんだけど、皆さんどうでしょうか。ご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。登録もお願いします。